どうも、会社部です。どうも、よろしくお願いします。さあ、今日はちょっとこれ小部屋なんですけども、はい、実はですね、まあ、タイトルにはあるように、うん、カジサック家の家具、うん、ちょっと大幅に買い替えました。まあ、実はこれずっと言ってたんですよ。嫁サックといつか買いたいね買いたいねって言ってて、ただやっぱりどこかちょっと僕たちの中で、うん、これ買い替えのどうやねんやろなって思った理由が一個ありまして、はい、まあ、実は買い替えたのがあのテレビ台なんですよね、うん、その横にもある棚もそうなんですけど、そこをガラッと変えたんですけど、うん、実はそのテレビ台知ってるだ知ってると思うんですけど、うん、昔ね、うん、ひろみさんに、うん、あの有吉ゼミで作っていただいたやつなんですよ、うん、あと、うん、滝沢さん、そう、うん、滝沢さんとひろみさんで、はい、手作りであれなんていうんやったっけ、あの DIY で作ってくれたんですよ、はい、でそれですごい思い入れがあったんで、うん、ずっと使ってたんですけど、うん、結構実はちょっとガタきてて、うん、まあ、壊れたりとか、うん、まあ、子供たちもちょっと壊しちゃったりとか、うん、両方ね、テレビ台もそうやし、その横のやつもね、うん、あのちょっと壊れなってたりとか、うん、たわんでたよね、中がもう。そう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 、そろそろ寿命かなと思ってからも1年ぐらい使い続けてんだけど、はい、ちょっとそろそろほんまに変えた方がいいねってなって、うん、でちょっとはるちゃんもなんかね、うん、もうバーってやったりするから、はいはいはい、でこの間行ってきたんですよ、嫁サックと、はい、家具屋さんにね、家具屋さん2人で、はい、楽しかったかな。だからあんまり今までさ、うん、そういうなんて言うんだろう、ニトリとかは2人で行ったりはしてたけど、あと子連れでも行けるしね、ニトリ、そうそう、ニトリ子連れでも行けるし、うん、あのせんちゃんおしゃれするの好きやったりするしね、うん、なんですけど、今回ちょっと嫁サックがちょっとおしゃれなとこ行きたいって言って、うん、2人でおしゃれなとこ家具通り行ったよね、家具通り、うん、目黒通りの、うん、目黒通りって家具がいっぱい、家具屋さんいっぱいある、ね、あとリベラっていうステーキ屋さんも美味しいですよね、有名ですね、美味しい、あ、これめちゃくちゃ美味しい、美味しい、ソースが玉ねぎで、ね、玉ねぎの、それのリベラは一回いいんですけども、その家具屋がブーあるところにちょっと二人で行ってきたんですよ、うん、でまず行ったとこが、あ、まあちょうか、もうあれか、さっき皆さん見たいか、まあ、見たいですね、せやな、うん、先にじゃあ見てもらおうかな、結構大幅に変えたんで、はい、じゃあ見ていきましょう、はい、さあというわけで新しく買った家具はこちらでーす、あー、すごい素敵、めっちゃええ感じじゃない、めちゃくちゃおしゃれ、ちょっとあの木でできたね、はあ、シックなやつだ、うんうん、やつだやつでね、選んでんな、なこれ木材でできて、うん、できてるやつでね、そう、これも押したら、はい、バーンって開く、あ、めっちゃいいっすやん、全部そういうやつで出さなくてもいいんだ、そう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 、このままね、うん、リモコンが操作できるっていうやつにしたんだよね、ここ、そうそうそう、あ、いいですね、隙間が空いてるから、はい、なんかもう良きようになってやんねん、これめちゃくこう隠れてんのめっちゃいいっすね、そうなんですよ、前回結構むき出しやったりしたから、なんかそこはポイントで置いてて、なんかコードが目立たないようにしたいよね、うん、あとやっぱはるちゃんがこうぐわーってやるから、ね、こういう状態やったらいいんちゃうかなと、めちゃくちゃいいよこれ、もう子供たちもすっごい気に入ってめちゃくちゃいいって言って、かんちゃんがいろいろ、自分のかんちゃんあんまなかった出さないですけど、はいはい、ここのこの中、はい、もうかんちゃんが めちゃくちゃ整理して、はい、もうかんちゃんゾーンみたいな、あー、でも気持ちわかるね、スライムゾーンだね、スライム、かんちゃんスライムで遊ぶから、いいですね、で、今日それこそこの撮影する前、みんな来る前にせんちゃんがそーっとそのかんちゃんゾーン手に入れようとしたら、はい、ダーッせんちゃんって言われて、せんちゃんわーバラタンってそうそうそう、でもね、結構いろいろ見たんですよ、実は家具屋さんね、そう、いろいろ回ったね、いろいろ回らしてもろて、はいはいはい、まず、とりあえず嫁サックが行きたいとこ行こうよって言って、うん、行ったとこがさ、うん、アンティーク、ヴィンテージの北欧の家具が私どうしても欲しくて、うん、で、そうそう言うてて、うん、はいはいはい、いやいや言うて、で俺そういうの知らんやん全然、はい、あ、どうやって中入ろうでって、うん、すごいなんかええ感じ、綺麗な店で、うん、欲しいのが困難なんですけど、言ったら、あ、そちらは隣の別館ですみたいな感じで、はいはい、隣行こうぜ、二人でバーって上がっていってな、はい、ほんで、どうよ嫁サックって言ったら、これめっちゃ可愛いっていうのがあってんな、うん、でもこんな感じの形やねん、なるほど、でもね、ちょっと古やっぱりアンティークやからかな、そうですね、ちょっと古い、足があって、そう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 、すごい素敵だったね、すごい素敵やねー、言ってて、あ、そうなんやって言ってて、うん、え、これちなみに何本ぐらいなんやろうなってな、うん、あの値札みたいなのがあったから、うん、パッて見たらもう、はい、びっくりしたよね、100万超え、うわっ、ただ俺は成長してるから、うん、昔の俺やったら、はい、高ーって言うてた、絶対発動してますもんね、店員さんもおったし、うん、笑ってもらおう思ったら、はい、いらんそういうのね、うん、今回全然、うん、ぐらい、ほんまにそれぐらい、これは成長だわ、成長したよな、出てた、
その、って出てた。出てました。ただね、ふいをして、嫁サックも値段見た瞬間、っていう顔になってたよ、二人とも。やっぱしますね。嫁サックはこの、あの顔。二人でこんな感じ。サムネにしたい顔ですね。でも、うん、ね、想像の5倍以上だったから。いや、ほんまにそうで。でもまあ俺もちょっと男やからさ、いっとっかぐらいのちょっともうプルプルプルってなってんけど、はいはい、嫁さくがいやこれはちょっとさすがにやめとくって言って、こんなちょっとあれだわって言って、はいはいはい、あじゃあやめとこうかって言って違う家具屋さんに行ったら、うん、そこがまた素晴らしくてやな、うん、しかもカジサクチャンネル見てくれてる人やって、うん、おー嬉しい。そう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 、で何個かこういうパターンがあったんだけど、はい、嫁さくと話し合って大きさ測って、はい、これでいいんじゃないかなって言ってね、そう、うん、なんかあのそこで飾ってあったのはちょっとちっちゃめのやつだったんだけど、うん、あのいろんなサイズがあるっていう教えてくださったからね。そう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 、なんか5センチ単位で大きくできますみたいな、うんうん、すごい、いいですね、うん、そうそうそう、こうわーってやってくれるって言ってたな、うんうんうん、まあまあ本当にちょっと気に入ってますわ、うん、すごい気に入ったね、うん、ちょっと嫁さくはスイッチ入ったらしくて、うん、違うところの家具もちょっと変えていこうかなとか、うん、そう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 、言ってたりするんだけど、うん、ただ実はですね、ここでちょっと言いたいことがありまして、話したいことがありまして、うん、結構視聴者さんって、まあ嫁サックもそうだし、リオちゃんもそうなんだけど、はいはい、パーフェクトじゃねえみたいなって思われがちじゃないですか。結構コメント欄とか見てると、うん、すごいすごいみたいな、日がないわみたいな、まあ、僕からしたらないんですけど、実は一点苦手なとこあるんですよ、はい、それがズバリね、はい、インテリア、インテリアが苦手なの。せやね、めっちゃ意外じゃない、もう昔から言ってる、私もうインテリアが本当に苦手、どうしていいかわからないみたいな、想像ができないんですよ、これがここにあったらこうなるとかが。そう、でも俺はね、うん、今この感じ、まあ家にあるものでこう嫁さんが作ってくれてるんで、俺これめっちゃいいと思う。いいですよ、いいですよ、いいですよ。だってもっとこうやりたいことはあるんだけど、うん、こんな風にしたいみたいなのがあるんだけど、うん、全然わからない。でも、うん、あの俺は十分だと思うんだけど、うん、でも嫁さんが言うニュアンスもちょっとわかるのが、うん、例えばトンボンチとかって、うん、そうもうねめっちゃおしゃれやん、うん、まあ、うん、まあ、安田源氏もそうやけど、まあ、安田源氏はちょっとピンクっぽいけど、ピンクっぽくないですよ。何ピンクっぽいか、18金っぽいっすね。違う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 、やめな、本当にそういうことだよ。色味がさ、色味がさ、言ってないからあれやけど、うん、なんかね、うん、なんかスケベなのよ。暗さが、いや暗いて安田家みたいな。お前ここは暗いやろお前みたいな。けどおしゃれはおしゃれ、うん、でトンボンとこって安田家分かるよな、はい、おしゃれやん、おしゃれ、うん、あれもちょっと好きでしょ。あれは多分もう本当に1個抜けてるから、だよな、できない、普通の人ができないレベル。じゃあ俺聞きたかったんですけど、はい、あれって、うん、トンボとリオちゃん2人でやってるのか、それともなんかそういうデザイナーさんあみたいな。でも、うん、引っ越す時に毎回お願いしてるんですよ、うん、要は作り物も結構あって。あ、そうなん、そうなんですよ、だからやらしい、そうだから、そうなんですよ、僕とリオちゃんというよりも何がやらしいの。ちゃうちゃう、これちゃうねんって。俺ね、結構こうカメラとか回ってない時に、はい、プライベートで、うん、俺実はトンボンチに行った時にほぼ毎回、うん、めっちゃおしゃれやなほんまって言うやん、はいはい、その時に普通言えへん。言ってるって。はっ、この本棚とか作ってもらったんですよ、ここも作ってもらったんですよ。いや、それはちゃうやん、はい、本棚だけはみたいな言い方するやん。捨てる。一番初めに入ってもらったっていう事実を今日初めて知った。今日初めて知ったの俺。そうかそうか、だからなんだ、結構、それこそ DIY で、うん、あの作ってもらったのと一緒に、うん、そのこんな雰囲気がいいんじゃないですかっていうのを、うん、候補バーって出してもらうんですよ。紹介してもらう。そう、今俺も思った。誰、はい、なん、あ、それこそあの、ただいしさんっていう方で。それこそ俺知ってる人じゃない。ご存知せえへんのちゃうの。カジサックご存知、ただいしさんです。存じてない。せえへん、それこそってババンって出てきたけど。西野さんのご自宅とかもやってたりとか、うん、すごい、西野さん舞台のセットの装飾とかさ、うん、西野んちちなみにすごいからね、うん、あのなんか時計みたいなやつ。そうそう、ただ俺はここまでいくと落ち着かないから。そうなんですよね。はい、その人にと相談して、じゃあこここういう棚作りましょうかとか、うん、ここはこういう机だったらいいんじゃないですかってパターンを送ってもらって、
で、後からリオちゃんと一緒に買い揃えたりはしますけど、もちろん。なるほどね。最初はちょっと割と作っちゃうっていう、うん、俺もてっきりさ、もうトンボとリオちゃん2人の能力かと思ってた、うん、ありそうやもん、2人。いや、でも多分、うん、トンボさんとリオちゃんの2人の、うん、能力もあるよ、やっぱ絶対あるよな、うん、あの絵のこう配置とかさ、あんなごちゃごちゃごちゃってなるじゃん、大体。まあな、うん、確かにごちゃごちゃに見えないんだ。見えないもんな、うん、本当ですか。それがすごい。コロッケいてああなってるってすごいよな。いや、コロッケ言ったらバーンやるやん。絵とか意外とやんないんすよ、コロッケ。そんな絵とか空気読むねや。ちょっといつか紹介してもらおうかな。ぜひぜひ、本当に。引っ越す時にちょっとお願いしたいよね。次引っ越すタイミングとかで、うん、迷ったら俺家買うとかなるかもしれないし、うん、そのタイミングでその、忠岡さん。ごめんなさい。忠岡さんですか。忠石さん。忠石さんちょっと紹介してもらおうかな。そういうなんかさ、全く知らない人よりも、今、ちょっと買ってた。もうなんかすごい。珍しい事故っすね。四方八方から喋ってるから、なんですけど。すいません。全然知らん人よりさ、うん、やっぱりこうトンボを伝えで知ってる人でみたいな、しかも西野も知ってる人でしょ、うん、めちゃくちゃ安心だから、うん、あのまた本当に良きタイミングでお願いしたいなと思いますよね、うん、お願いしたい。だから実は苦手やって、うん、でも多分ね、可愛らしくは絶対トイレとかさ、なんか嫁さんもやってくれたりするんだけど、はい、すごいいいとは思うんだけど、多分本人の満足感的にないんだと思う。なるほど。全くしっくりこない。そうやねんな、いつも置いてもなんか違うなーって。、うん、こんなんとかも買ってんねんで、ちゃんと、うんうんうん、いいと思いますよ。買ってみたんだけど、うん、しっくりこない。ちょっとでもこれ上がっとるな。これこういうもんな。いや、これはこういうもんじゃないね。めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。上がってるって。いや、そういうおしゃれなんだって。現代美術っぽい。たまにあるやん、帽子とかでもキャップちょっとするね。そういうことなんかなと思ったんですけど、うん、なるほどね、うん、ちなみにみんな家具とかどこで買うの。うん、安さげどこなん。僕はあの動画にも、あの小部屋にもしましたけど、あ、そうか、そうか、同じあの家具通りの一番下にあるアクメファーニチャーってとことか、うん、あ、そこや、行ったもんな。そこも行ったよね。あ、降りたわ。あ、本当ですか。そこの隣で買ったんです。ああ、ある、すごいおしゃれなとこ。あの辺行ったで、はしご車。あ、そうっすね、うん、あそこ楽しいっすもん、はい、なるほどね、はい、トンボは。僕は、でもネットが多いかもしれないですね。あ、そうなんだ、はあ、うん、一番おしゃれだよ、それが。だって想像してこう買えるんだもん。だからその辺はリオちゃんですわ、やっぱり。なるほどね、さすが。俺も実はポロって言ってん、買う前に、うん、あの嫁さんが買えよう、買えようか、そろそろってなった時に、うん、いいねってなって、じゃあネットで買うとか言ったら、うん、いや私は自信ないって言って、うん、もう自分のマナコで見てから、うん、マナコで無理だわって言ってな、それで行ったりしよう。ネットで買ってん。でも見に行ったりもします、もちろん。ああ、そう、はあ、なるほどね。イケアとかも行きますし、ちょっと、うん、じゃあど真ん中にも聞こうかな、うん、はい、はい、どうしようか。ニトリさんが多かったりするんですよ。ニトリいいよね。いい、はい、ニトリめっちゃいいよね、うん、あと僕 の奥の部屋に置いてある、うん、あの緑のソファーとサンオキテーブル、あれだけちょっと一目惚れで買ったもので、はいはいはい、あれニコアンドさんっていう、ニコアンドさん、はいはいはい、洋服屋さんもやってるとこですよね、うん、そういうやつ行った時にめっちゃいいなと思って、うん、こたかったんですけど、はい、衝動買いしちゃいましたね。素晴らしい、あれいいもんね、うん、どうしても緑好きよね。緑、そうですね、なんか好きですね、緑が。だって時計も緑やもんね、うん、確かに確かに、今マスクも緑してるもん。ちょっと意識してるかもしれないですね、緑を。今日緑率多いね。確かに中野くんも緑のマスクしてるし。本当だ。まあまあ一切映さないですけど。安竹もとかね。安竹も緑やもん。ほんまやな。どうしたん、なんでやろ、なんかあんの。そういう日あるやん、ピンク色のこうリボンつけるとか。リンクコーデだね、リンクコーデ。3人がチームワークがやっぱ取れてきた証拠っすわ。じゃあ一言いい、はい、赤にしようや。カジサックチーム。違う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 、かぶるじゃん。あー、なるほど、ね、そう、配慮配慮、前言ってた。そうそうそう、俺と仕事することなんて赤色の服買いづらくなる。捨てた捨てた、全部捨てた、全部捨てた。アンチと一緒やってる。アンチコント。中野くんどうなん、どこで。僕はもうフルニトリですね。ニトリでよくない。なんかニトリの俺兄弟店かな。フルニトリっていう。フルニトリ。なんかつけたがるよね、ニトリってことね。もう全部ニトリです。めっちゃいいよね、俺らもずっとニトリやったもんな。ソファーとこのテーブルもニトリ、テーブルとかソファーも、もう基本的にはニトリで全部揃っちゃうからっていうところで。なあ、でも今回本当、秋島くんどこ一緒に、ニトリです。
一緒に。なかなかお値段以上ニトリは聞いたことあるけど、はい、一緒にニトリって俺あんまり聞いたことない。キャッチフレーズあって家族で一緒に一緒に行ってるってことだよね。一緒でやろ一緒にって言うから女子間違いないで大体今ちょっと彼女ちゃんと言ってるのを想像してたんだよ。俺はそっちだと思うよ。絶対そっちだよな。今一緒に彼女と一緒にニトリ想像したんだろうてめえこの野郎突撃してやろうかそんな突撃すなニトリが多いね。うん、いいっすよね。でもいい、まあ、でも俺いざ行ってみたら行ってみたでやっぱりその目黒通りの家具店、うん、おしゃれやったな、うん、そうですね。あと結構融通が効くのがいいよね、うん、こうあのサイズもここからこんなにあるし、うん、色もこう選べるし、そう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 置いてあるやつだけじゃなくて、ね、うん、5センチ単位俺感動したな、うん、すごいっすよ ね、うん、ね食卓もだってカットできるし足も選べるしみたいな、そうそう、うん、感じで、うん、まあ、今回動画にした理由はねやっぱりメインでチラチラ映った時に、うん、あれ変わってるみたいに多分なると思うんで、うん、先にちょっと小部屋で紹介しとこうかなと思います、うん、そして最後にあの何よりもひろみさん、うん、そして滝沢さん、うん、本当にお世話になりまし た、ありがとうございました。ありがとうございました。本当あれ結構長い間使わせていただいたんですけども、うん、本当にありがとうございました。またねこれを機にちょっと違う家具とかも買っていったらまた紹介できたらなと思いますし、あとね、タダマサさん、タダイシさん俺ね、やっぱり会わないと、ね、名前覚えられない。確かに確かに、うん、なかなかね、タダイシさんも、うん、ちょっとまたいつか紹介してください、うん、はい、というわけで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。